これから、私の一般質問を始めます。1項目目、球磨原川河川工事の延期について、昨年9月の第505回定例会でも、県による災害防止対策の河川工事が遅れ、疑問や不安を感じている住民もおり、県に対して働きかけは町としてあるのかという質問をいたしました。その際、建設課長からは、今年の10月に工事の発注の見込みだという連絡は伺っております。住民の方々にもお知らせしてほしいというお話がありましたので、県の方にもどういう対応をするのか相談していきたいと思いますとの答弁をいただきました。しかし、その後、現在に至っても着工の気配が見えず、いまだ説明がないことへの疑問や不安の声が上がってきています。1月21日土曜日に行われた、まちづくり人材塾講座の三戸町の防災について考えようのワークショップの際にも、各テーブルの模造紙の上に、工事が止まっていることへの疑問、不安のメモが貼られておりました。そうしたことから、再度質問いたしますが、一つ目、もともとの計画、延期の理由、今後の見通しについて、町は県からどのような報告を受けているのでしょうか。2つ目、早期に着工して予定通り、予定通りとか、早期に着工してもらうために、県への働きかけをどのようにしていくのでしょうか。お願いします。町長。それでは栗川川隆子議員の質問にご答弁申し上げます。球磨原川河川工事の延期について2点のご質問でございます。まず球磨原川河川工事は平成25年9月に発生した台風18号の影響により、馬淵川及び球磨原川流域に浸水被害が発生したことに伴い、平成26年度から馬淵川広域河川改修事業として県が実施しているものであります。球磨原川流域においては、これまで木金橋下流左岸の護岸が整備されており、今後は木金橋上流左岸の護岸工事が予定されているところであります。県における当初計画は球磨原川工区のうち関根川地区堤防新設区間を令和3年度から2年程度の期間において実施する計画となっており、これまで町では桜の木を伐採したほか、県による住民説明会や地盤変動調査、大型土のうの設置などを実施し、令和4年10月ごろの工事発注の見込みと伺っておりました。現時点においては、関根橋上流の護岸工事計画の見直しなどから着手が延期されているとのことであり、今後の見通しについては、今年度中に設計内容の変更をした上で、着工すると伺っているところであります。次に早期着工に向けた県への働きかけについてでありますが、これまでも八戸市、三戸町、田子町、南部町で構成する馬淵川と共に生きる規制同盟会において国県に対し、馬淵川広域河川改修事業の整備促進、財源確保等について要望活動を行っているところであり、今後とも地域住民の安全安心を守るため、地域住民のご理解をとご協力をいただきながら、引き続き粘り強く早期着工完成に向けて要望してまいります。栗山君。令和3年度から2年程度の工事期間を予定されていたということ、でしたが、ということは、計画通り言っていれば、令和5年度中、今年度中には、
およそ、終わる予定だったということだというふうに解釈いたします。ということは相当の遅れが、見られるのですが、このことについて、県の方にも、住民への説明を求めるということはお伝えして、来ていると思いますが、それが未だ、されない状況で、そのことから、桜の木は、3年前に、ダマダマと切ったのに、そしてさまざまな調査は、ものすごい勢いで始まったのにということで、その後、止まってしまったことへの説明がないことに対して住民の不安というのは生まれて発生してきていると思います。その説明ということについて、県からはどのように、報告があるのでしょうか。建設課長。はい、熊原側の、現在の工事区間の遅れについての住民の説明をどのように考えているかということで、県と、協議をいたしまして、その遅れについて、住民の方にどのように、ご説明をしていくかというところに関しましては、県とも、お話し合いをさせていただいておりまして、今年の2月ですねに、関根橋から、河原橋区間の、河川改修を延期しますということで、チラシの方を、上下二日町、あと関根河原地区の、住民の皆さんに回覧で、報告をさせていただいております。そちらの内容に関しましては、新たに、工事の実施時期、あと見直した計画、そういったものが、確定いたしましたら、工事の準備等が、整い次第、住民説明会を開催したいと県からは報告を受けております。以上です。栗山君。はい、住民への説明について、この、県の方の、計画が再度、確定したところで詳細を説明しますというふうに、記載していたということですが、これは県の方ではいつごろ、じゃあ、計画をし直してくるのでしょうか。建設課長。はい、いつごろその工事の、計画が決まるのかというところですけれども、今、県の方でも、今、その、関根橋から上流区間の、工事をどのように進めていくかというところの検討を今進めているという最中ですということでございますので、具体的にいつごろ、どのタイミングで、計画が、決まって住民説明できるというようなところに関しましては、まだ、情報はいただいておりません。以上です。栗山君。そもそもその延期になっている理由というのは具体的には何なんだと県から聞いているのでしょうか。建設課長。工事が遅れている具体的な理由というところでございますけれども、まず今の区間の、工事をするにあたって、箇所掘削の作業が必要になるということで、その乗り入れ区間をどこから入るかといったところの協議、あとそれから上流、元の三戸中学校のあたりのところまでこの、整備を行う計画になっているんですけれども、その区間の間に、支障となる物件等の移転がちょっと難しい部分があるといったところの計画、当初の計画では行けたという部分が今現状できなくなっていると、ちょっと移転が難しいとか、そういった細かいところの、理由で、今全体の計画が見直されているということでございます。以上です。栗山君。この理由、伸びている遅れている理由に関しては県の方の、問題だと思いますので、ここで
建設課長に申し上げても仕方がないとは思いますが、この過小掘削の乗り入れ区間が定められないとか検討しているとか、そういうことはですね、そもそものこの工事計画の中で練り上げられていなければ、検討されていなければなかったことだと私は思うのですが、そういったことも含め、上流の支障に関しては、相手もあることだと思いますので仕方がないにしてもですね、この計画変更に関しては、そもそもその県の計画の部分でちょっとこう納得できないところもあったのではないかと私は思います。で、住民同士の、私たち住民とすればですね、住民同士の安全を最優先に考えて、周辺の住民は美しい桜並木を眺めるということを諦めてと、工事をしていただくということで進んでいたと思います。ところがこうしてずるずるとちょっとそもそもの計画のところに難があったんじゃないかなというような、そして説明が、きちんと要所要所でされていないということについては非常に県のことですが、そこをしっかりと早めに具体的に説明をしていただきたいと思います。で、これは県のことですのであれですが、町長としてはこの現状、ずるずるとこう説明もないまま、さまざま県としては、遅れている理由、原因というのはあるんでしょうけれども、こうやって何年も、毎年毎年、説明も詳しくないままに伸びていることに関して町長はどう思われているのかお聞かせください。町長、栗山川議員からのただいまのご質問は、現在の進捗状況について町長としてどのように考えているかということであろうと思います。当初の計画通り進むというところに至るまでの期間についても、これまでも長年にわたって、県国等に要望活動を続けてきた成果であるというふうに思っております。従いまして、できるだけ、計画通り進んでほしいという思いは人一倍強いと私自身そう思っております。しかし公共事業道路の、今回は県管理の河川ということでありますが、県管理の道路あるいは国管理の道路とか河川とか、みんなそれぞれ公共事業を行う際にはその土地の所有者からの了解、地域住民からの了解というのがなければ一歩も先に進むことはございません。今回のケースのような場合でも支障物件というものも、例えば構造物であったり、さまざまケースはあるんでございますが、そういった地域の住民の皆様のご協力なくして進むことはこれは絶対ありえませんし、まして、それが協力が得られないとなると、今回の物件に案件についてはその後も見直し等を図っていただきながら計画自体を進めていただいているというところで、非常に町としてはまず感謝はしているところでございます。これがそうでないケースであれば一旦止まって全く動かなくなるというケースも実際にございますので、まずはそういうふうなことがならないよう着実に、事業が実施されますように町としても要望しているところでございます。栗山君。はい、今の答弁の中でその地域住民の了承、支障物件に関しての話になりましたが、この2つの橋の区間の、
工事が伸びているというのに、この支障物件の件が関係しているということですか。町長。これまでも担当課長の方からもご説明をしておりますように、支障物件の計画通りの移転というのがなかなか難しいと、そういったことで、計画通り進んでいないものというふうに認識しております。栗山君。この橋と橋の間に支障物件があるということですか。建設課長。はい、今の支障物件の移転の話なんですけれども、今現在、着工しようとしている区間ではなくて、その上流の、支障物件の移転の影響という話でございます。栗山君。はい、であれば今私が申し上げている工事が延期の遅れている部分の、理由の中に支障物件の影響というのは特に影響しないということで間違いないですか。建設課長。今工事の、見直しをしている区間が、その関根橋から上流の左岸のそれ以上の上流の全体の計画の見直しをしているということで、現在の工事区間しようとしている区間の計画、そういったものも見直しの中に入っていると、支障物件ということではなくて全体の計画、そこの区間の計画の見直しをかけているということでございます。栗山君。この河川工事に関しては町長の方でもずっと町民の安全を守るために何とかお願いしますという町長の思いもあって計画が実現している内容だということを私は理解しております。ですので今回こうして2年以上ですね、チューブラリンの状態になっていることに関してさまざま理由はあると思うのですが、県の方からの説明を受けた際には一つ、例えば津軽地方ですとか下北での大規模災害があったためにそちらの方でも、そちらの方への工事もあってそれも遅れの原因の一つですというふうに説明を受けた記憶があります。ですが他の地域でそういった大災害が起きてそれに対応しなければならないというのはもちろん最もであってそちらの事情もわかるのですがその災害というのは本当にいつ起きてもおかしくないというのは皆さんももちろん理解されていると思いますがこうして工事が2年3年と遅れている間に本来堤防ができているはずの時以降にこの熊原川上で浸水災害が起きる可能性もあるということですのでやはり計画の見直しを早急にしていただいて県の方にですねしていただいて早期に着工していただくようにもう町長が直に県の方に陳情していただいてもいい時期なのではないかと私は思いますがいかがでしょうか。町長。まあ平たく言えばもっと頑張れと、まあ、そういうことなんだと思いますが私どもの活動をちょっとお知らせをしたいと思います。この熊原川、そして馬淵川、そして熊原川の広域河川工事というものは、先ほども お知らせをしました平成25年の災害に対してのものが一つのきっかけとなっております。そしてこの課題の解決のためには近隣町村が連携して取り組むことがその財源、その確保に対しても大変有効であるということで
馬淵側と共に生きる規制同盟会というものを作って活動をしております。この活動の内容は青森県知事はもちろんでございますが、青森県県土整備部長はもとより国土交通省青森河川国道事務所長、東北地方整備局長、国土交通省に至ってはその最高の機関であります水管理国土保全局長、そして大臣政務官などありとあらゆる手立てを講じながら着実な計画の進展に向けて働きかけをしてきてございます。そしてまた国会議員、そして県議会議員の皆様にもご協力をお願いをしてきているところでございます。しかしながら先ほども申しましたが、事業を進めていくためには基本として地域住民の皆様のご理解とご協力がなければこれはなかなか進むことはできませんので、今後ともご理解とご協力をお願いを申し上げたいと思います。栗山君。はい、まあ、そこまで講じながらやってきたのに、現在の状況ということは、なんかその私証物件のうんぬんということで、まあ、止まっているというか遅れているというような印象を今の説明では受けたのですが、そこはそうなんでしょうか。町長。先ほど担当の建設課長の方からも申し上げましたが、計画の見直しに伴っていろいろそういう状況が発生しているというところもあります。まあ、いずれにしましても計画が変わっていった際にも新たな計画、そしてまた住民説明会があった際にも皆様のご協力とご理解がなければこれは進むことができないと、そういう意味でございます。栗山君。はい、まあ、分かりました。実際に、住民の方々説明がないこと、今後の見通しを知ることができない状況にあることに対しての、不安ですとか、心配という状況になっていると思いますので、なるべく早くに、県の方とも相談しながら、めどですとかそういったことでも構いませんので細かく報告を説明をしていただきたいと思いますのと、この今申し上げている橋と橋の間の区間の工事が今後、重要事、緊急に必要な工事ではないにしても重要な案件である、重要工事であるというふうに認識していただくために県の方と県ですとか、さまざま先ほど町長申し上げられていた関係者の関係各位の皆様ともやり取りをしてですね、早期に着工できるように進めていただきたいと思います。